県内で唯一ミョウガをビニールハウスで栽培している大崎上島町の農家で出荷作業が続いています。料理の薬味として食卓を彩るミョウガ。大崎上島町の成貞裕二さんは県内でただ一人ミョウガのハウス栽培に取り組んでいます。シートで紫外線を遮り、水分量や温度管理を徹底することで露地物よりも色づきが良く清涼感のあるミョウガに育ちます。大崎上島町のミョウガは10月下旬まで県内のスーパーなどに並びます。